童貞さんでございます。はい、はい、どうですかここは。本日も、はい、東京都、はい、北区にございます、はい、赤水門やってまいりました。赤水門、はい、赤水門、赤水門なんか聞いたことありますね。あ、そうですか。コメントかなんかかな、なんか、あ、うん、聞いたことあるようなコメントで、はい、ここの本当の名前はですね、はいはい、旧岩淵水門という名前なんですけども、はい、うん、今あの後ろにぼんやりと映っている感じであの赤色に塗られているのが分かりますかね、はいはい、なので赤水門と、通称赤水門と呼ばれているということらしいんですけど、はいはい、あの先生、はい、先生あのちょっとあのこっそりお年中出すのやめてもらっていいですか。ちょっと入りそうやな。え、マジですか、うん、まあ、あのこちらもかなりの、はい、疑惑がございますので。疑惑ね。はい。じゃあ今日も、今日二人なので、ちょっと、流す感じで。あ、はい。録音を聞いてみましょう。はい、赤水門の名前で知られる、旧岩淵水門は、東京都北区にある、有名な心霊スポットです。こちらでは、夜になると、水面に水死体の霊のものと思われる、バラバラの手足が浮かんでいる。水門のある橋の上から川に飛び込む女性の霊が現れる。水死者の霊が自殺者を呼び、赤水門のある中之島の木で首吊り自殺があった。水門近くのお地蔵様の首を川底から這い上がってきた首のない死者がもぎ取っていった。そんな心霊現象が噂されております。はい、ということですね。なるほど、なんとなく分かりましたけど、はい、はい、今回は先生にもちゃんと疑惑をお伝えしておりますので、はい、分かりました。口頭でね、今ね、今聞きました、なんとなく、はい、まあまあとりあえず行ってみることにはなんともなので行きましょう。そうですね、結構、はい、あの暗くて雰囲気もあるので、はい、足元気をつけながら行きたいと思います。それでは本日もお付き合いよろしくお願いいたします。怪奇の間、うん、はい、結構シルエットで今、うん、水門が映ってるんですけど、なかなか大きいですね。ね、こういう水門っていうのは初めて見るかも。ああ、そうですか。ダムとかはね、よくあれするけど。ああ、確かに。川ってことでしょ。そうですね、荒川、はいはい、っていうことらしいですね。うん、水量とか調節、あ、書いてるわ、ほんまや、水量は、水量、そうなんですよね。なるほど、うん、おお、うわ、うわ、なるほど、あー、あそこに見えてるのが青水門、青水門、まあ今現在使われてる方の水門ってことですね。なるほどね、うん、これここなのかな。え、ここなんかな。ここまで来てしまうと何にもなくなってしまうねんけど。え、なんかあるのはあるんですか。うん、向こうから見てた時のはすごかった。ああ、向こうに立ってこの橋を眺めてる時の方がってことですか。うん、向こうがおっていう感覚になったけど、まあ、一回渡る。はい、
うん、一応渡り切った感じにはなってますが、なんか見えますかね。ああ、湖面がちょっと照明明るくしたら見えるかな。東京の夜景が見えておりますけど。なるほど。え、なるほど。これ行ったり来たりしてはるな。え、行ったり来たり。うん。今こっちから向こう見たら向こうに。いてます、うん、向こうから見たときこっちにいたはったんよね。いいだから多分この辺りってことなのかな。いてます いてはる。え、今もですか。うん、なお見てはる。カメラには映ってないですけどね。映らんと思うけど。これもでもあの方もちょっと時間かかりすぎたからかな。人の感じからはちょっと遠くなっちゃってる。え、結構古めなんかしら。なんか魔物みたいになっちゃってるってこと。いや、そんな悪い方向じゃないんだけど。元は人人間ってことですか、うん、原型があんまり分かる。薄くなってんのかな、原型があんまり。でもね、ずっと、なんて言ってる、向こう向いてはるんですね。向こう向いてはる。で、うん、でもいてるだけ。何かをしてるわけではなく、うん、なんかその飛び込み続ける女性がとか、さっき言ってはったね。そんな感じでもないんですか。続けてはない。お話伺えそうな感じですか。行ってみようか。行ってみますか。なるほど、うん、いや今こっちパッと向きはって、はい、スッと消えはったから。え、消えちゃった。だからうん、出たり消えたり。検証結果え、お話できた感じなんですか。うん、え、もう検証結果ですか。あのね、一人ではないみたい。他にも何人かいらっしゃる感じらしくって。はあ、だから向こうにもいたはったはいたはったみたい。スッと消えはったんやけど、だから移動してると思ったんじゃなく思っただけで、いてはいてはるみたい。来たからスッといなくなられて、今また出てこられてみたいな感じやった。あ、だから人じゃない感覚したのはなんかこう、それもまた説明するけど、
いろいろ分かりました。そうですか、はい、どうしましょう。検証結果いきましょう。どこでいきましょうか。じゃあここで、ここでいいですか。はい、はい、はい、ということでございまして、はい、赤水門、はい、検証させていただきましたけれども、はい、ここは何名かの方がいらっしゃって、川の下を覗くような形になってるんですけど、はい、いろいろこうやっぱりいろんなものが流れてくるそうです。うん、その思いであったりとか亡くなられた人もそう、いろんなものが流れてくるらしくて、どうもその何名かおられる方々がその悪いものが滞らないように、たまらないように、とどまらないようにっていうことをされてるみたいですね。すごくいい方々です。で、ここを通る人たちに害のないように近づくとスッと消え張るのはそういう感じみたいですね。はあ、害はなさない。だからすごいいい方々です。で、もともとなんでそういう風になったかはわからないんですけれども、まあここへ来てそういう良くないものっていうのが、下流へあまり流れていかないようにここで見ておられる方々だそうです。ですので害はないっぽいですね。なんでまあ飛び降りてるように見えるのは、近づくとこうスッとこう いなくなられるというか姿を消されるかな、そういう感受性の高い方で、その映像として見られてふわって近づいた時にこうスッと消えてしまわれるから、こう飛び降りたように見えてるのかなっていう感じですね。なるほどね。はい、最初清楚がここ来た時にスッと消えられて、えって思ったんで、だからここってここなのってなったんですけど、あまり怖がらせないようにしてるっぽいですね。いらっしゃるのはいらっしゃいます。なるほど。じゃあまあ出るのは出る、そう、うん、出るというかいるのはいる。だから出るというかどちらかというと出ない、来ると出ない感じ。ああそうかそうか、出なくなるスポットって言ったらいいかと。だから遠くから見た時はすごい雰囲気感じました、近づいたらえここってなりました。で渡ったら、渡る前は向こうの方に出はったから渡ってみたけど、この橋の上から急に雰囲気消えて、向こう行った時にこっちにいてはるわと思ったのはそういうことなんですね。だから怖がらせないように、うん、やっぱり怖がらせないようにっていうような思いがあるみたいです。すごくいい方々ですね。これはでは心霊スポットということになるんですかね。まあお化けさん幽霊さんがいるなら心霊スポットだとおっしゃるのであれば心霊スポット、ただすごくいい場所なので、はあ、だから出てここの土地とか何かにパワーがあるのかって言ったらそういうことでもないから、パワースポットというのもちょっと難しいかな、はあ、って感じです。まあまあ、うん、だから飛び降りたりするのを目撃されるのはそういう感じかなと思いましたね。うん、そういう勘違いをされるのかなみたいな。いや、まあ、気をつけながらであれば肝試しぐらいはありかなって感じですかね。まあ、あんまりしてほしいないですけどね。そうやっていいことされてて、ね、怖がらせないようにってわざわざすっと気配消されるぐらいの方なので。あ、なるほど。お昼間とかにまあ景色眺めに来たりするぐらいはいいでしょうけど、まあ、あんまり肝試しとかっていうのはおすすめはしないかなと。まあそうですね、来ては欲しくないかなっていう気はしますね。なるほど。まあ、でも噂の真相としてはそうじゃないかなというふうにデイソンは思いました。わかりました。ということでございまして、赤水門検証させていただきました。今日はこの辺りで失礼したいと思います。ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録グッドボタンよろしくお願い申し上げます。